本当に私自身は勝つためにこだわってずっとプレーをしてきたので、その点は後悔なく最後までやりきることができました。東京オリンピックが終わってパリで主将をやると決めた時から、もうパリオリンピックでこう選手は引退するっていうのを決意して、ここまで練習試合をしてきました。本当に私自身は勝つためにこだわってずっとプレーをしてきたので、その点は後悔なく最後までやりきることができました。今後については全く考えていませんけど、まあ、少しでもこう自分ができることがあれば、何かこう今までずっとお世話になったバレーボールに還元できればいいなと強く思っています。なんていうんですかね、ちょっと難しいんですけど、まあ、とりあえず長い現役 お疲れ様でした。はい、まあ、これからもいろいろと、まあ、自分も現役はまだまだ続いてきますけど、まあ、引き続き自分たちで、いい家族を築き上げれたらなと思います。お疲れ様でした。